しました。はい、じゃあ一応効率の良い叩き方で、足の踏み方ともちょっと似てるんですけども、最小限の力で大きな音が出せることができると、より力を抜いて今までの音量が出せることができます。なので楽をして叩く方法をですね、お話していきます。で、これ当たり前の話なんですけども、実は叩こうと思って叩くと、すごい無駄な力が入ってしまうことって結構多いんですね。で、どうすればいいかっていうと、一度上に引いて落とす。引いてっていう落とすってするように、まず初めに叩くって意識よりも、まあ、引いてとか上げてですね。上げて落とす。上げて落とす。上げて落とすっていうような形で叩いていくと、比較的楽に力を使えます。はい、そうですね。で、実は叩き方、いろいろあります。大きく4つの、叩き方があるんですけども、1つ目、これ実は1つ目結構難しいんですが、指を使って叩く。まあ、指だけを使って叩くっていうのがあります。これ実は慣れないで一番大変かもしれません。なんですが、あの叩くとき指は絶対使いますので、まあ、後々は覚えておいた方がいいかなと思います。なかなか大変ですよね。なんで、こう、本当に指しか使わないって。これ、こう、指しか使わない。手首を動かさないっていう。本当にこういう感じです。はい。あ、それに近いですね。こっちの指で動かすんですか？はい、そっちの、あ、ごめんなさい、そうです。この3本の指だけを使って動かします。お、そうですね。はい、これが一応フィンガーストロークって名前がついてるんですけども、私が教わった時ですね、一番スピードが上がるって言われたんですけども、残念ながらスピードはそんなに上がらないです。ただ、まあ、一応どっちかというとスピード重視とは言われてます。次です。手首と指を使います。ですので、まあ、こういう形ですね。これ結構皆さん使いやすいです。あとごめんなさい、手首の使い方大きく2種類あると思います。親指を上にしてこういうふうに動かすのか、手の甲を上にしてこういうふうに動かすかで、あの手首の使い方変わると思うんですね。で、どちらかというと、こちらの方が多分動きづらいと思うんですよ。なので、こっち側ですね。なんでバスケットボールとかでこうドリブルするような、こっち側の手首を使ってあります。はい。そうすると手の向きもちょっと変わってくるんですけども、はい。で、そのままこういう形で叩きます。私は慣れるとこっちの方がスピードは上がります。で、音量も、ここ指よりもこっちも使えるんで音量も上がります。そうですね。で、次です。次、肘ですね。肘も入ります。肘が入るとちょっと動きが変わるんですけども、ボールを投げるような動きになります。まあ、しならせて鞭を叩くような動きですね。どういう風にするかというと、あ、そう、あ、大丈夫ですね。あ、そうです、そのまま、その動きですね。はい。で、音量はさっきより出ました。ただ連打がこれ大変だと思います。はい、連打するときは、まあ、ちょっと苦手になってきますね。で、最後です。肩まで入れます。肩、肘、手首、指です。もう和太鼓のようにこう上げちゃいます。もしかしたら画面が入らないかもしれないですけど。まあ、そうですね。上がれば、もう耳、肘が耳にぐらいですかね。耳にいくぐらい。こんなに上げていいのかみたいな、はい、オーバーに上げちゃって大丈夫です。はい、まあ、もちろん連打ができません。まあ、やろうと思えばできると思いますけど、そんなに早く叩けないですね。ただ軽い力で大きな音が出せちゃいますので、これを本当に大きな音を出す時ですね。はい、まあ、ストレス発散の大きな叩く時もいいかもしれないですね。であります。で、今は全部極端な例、指だけしか使わない、手首と指しか使わない極端な例なんですけど、その中間もあります。まあ、手首と指とちょっとだけ肘を使うとか、まあ、肩も一緒にこう使っちゃってもいいかもしれないですね。で、ありますので、そこを選んでいきます。で、四分音符を叩くとき、まあ、ゆっくり叩くときですね、叩いて止めるってしたときは、まあ、肘までは確実に使ってあげるといいです。そうすると、どちらかというと手首から上に上がって、まあ、肘を動かして手首が上がって指が動いて最後にスティックが動く。
今度逆ですね、肘から下ろして手首、指、スティックっていう、なんかこういうよく波の動きとか、まあ、波のようなとですかね、こうしならせるようにこう動かしてあげると楽に強い力が出すことができます。で、ちょっと分かりづらいので極端な例だと、ロボットのようなこの叩き方、一番効率が悪いです。音量も出ないですし、疲れる、すごい疲れちゃいますので、どっちかというとこうしならせて叩いて、そうですね。で、あと基本フォームのところになるんですけども、今日ちょっといっぱい話しちゃいますが、動画に撮ってますので、また見ていただければと思いますし、わからなければまた聞いていただければと思います。これが、まあ、練習パッド普段使ってるんですけども、普段は、まあ、スネアドラムとかにこう真ん中にこう置くような形にします。で、まあ、当たり前ですけど、人間、まあ、右肩から左肩からこう腕ってきてますので、ハの字になります。たまにこういう方がいるんですね。まっすぐ叩きたいっていう方がいらっしゃるんですけど、まっすぐはちょっと辛いので、こう鼻字にします。で、例えば右手からすると、だいたい右肩の方からまっすぐ叩けるといいです。なんでご自身の中心にこう動くんではなくて、大げさにそう、こっち側ですね、こっち側にこうまっすぐ動く、はい、そうです。で、まっすぐに仕上げて叩いてあげる。で、これはなるべくスティックはまっすぐ真上に返ってくるようにしてあげるといいです。もしこのフォームがこうぶれてしまうと、ちょっと変なところに跳ね返ってきてしまうんで、なかなかこううまく叩けなかったりしますので、まっすぐ叩けるっていうことですね。はい、なんでこのスティックの先端の軌道はまっすぐが理想です。で、なおかつ、まあ、柔らかくこう叩いてあげると、軽い力で大きな音が出すことができます。うん、大丈夫そうですね。以上となります。はい。